日本中の皆さんこんばんは。真夜中にね、3時です。これお母さん食堂鍋焼きうどん食べてきます。ちょっと野菜も入れましょう。ネギ、58円、激安料理やってます。と卵ですね。あんま大きな声で言わないんですけどね、最近あの街歩いてるたり、あのいろんなとこ行ってるんですけど、外出ると出会った人がすごい振り向いてくる。で、会ってよく言われる、初対面の人によくやるんですけど、あの3代目ジェイソンブラザーズの、登坂博文さんっていう、あんまちょっと俺存じ上げなくて、誰ですかそれって、にめちゃめちゃ俺は似てるらしいんですよ、でいつもやるんですね、昔から、あの誰か似てる誰か似てるって、よく言われて、どうもめちゃめちゃそっくりらしいです、自分ではね、で初めて知らなくて、その人がどんな人かググってみて、見た感じ全然似てないと思うんですけどね、個人的には。ただ周りがやっぱりほっとかんすよね、周りの人間がやっぱりそっくりだって言って、そういう話はありますよね。はい、これ作り方見ていきますね。これ蓋を取り、火にかけるだけでお湯水入れないと。まずガスコンロだったら、中心に置いて3ブーってやって、火力を上げて全体がぐつぐつになったら、なるほど。初めはゆっくりやるのかな。まあとりあえず、なんだこれ、わかんないな、よく。まあ煮立てて、おう、こんなんなってる、お母さん食堂鍋焼きうどん、ちょっとこれ美味しそうだね。とりあえず火をつけてこうやってやればいいのかな、で野菜とかもこれグツグツ沸騰したらもう食べれるんだよね。3分から5分で、ちょっと野菜を加えた方が、うわ、ちょっとはみ出すな、はみ出すな、これちょっとはみ出るかな、なんか野菜加えた方がね健康に良さそうなんで、まあ卵もちょっと入れとこうか、いや、ちょっと強引だったね。じゃあこれで煮立てていきます。ちょっとだけかくませたいんでね、料理酒少し入れていきます。ちょろっとだけ、うわ、はみ出るかな。で、お刺身醤油、これまあ料理人がやるグラテクですよね、こんなもんで、あとは煮込んでいくだけと思ったけど、まあ料理人なんでね、あの普通にこうやってやってるだけじゃ料理人のあれが出ないんで、まあここで秘密の隠し味をちょっとね出します。わかる、わかるかな、これはみょうがくんです。これあんまり料理やらない方はね、これ何って初めて見る人もいいんじゃないかな。みょうがですね。これめちゃくちゃ美味しいですよ。俺みょうが大好き。みょうがを入れるだけで、あの、まあ、私和食長いんですけど、まあ本当に和の料理。みょうがって日本でしか食べないのかな。ちょっとみんな逆に教えてほしいけど、海外の人でみょうが食べないでしょ。みょうがって日本のものなのかな、中国なのかな、どこなのかな。みょうがをね入れるだけで本当にクオリティが上がるんでね、これを入れます。はい、ほんとみょうがの出汁がね、なんか独特の風味が、クオリティを上げてくれる料理。うお、なんか燃えてる、焦げ目がついちゃった、たまらんよねこれ。うわー美味しそう。ふら、もうちょっと煮込んでいかないか。おお美味しそう、美味しそう。もう腹が減ってるからもうごちそうにしか見えない。ひと手間でね変わるんで。
野菜が少ないからね、あの冷凍のあれだけだと野菜加えるだけで結構栄養バランスって重要なんで、うん、このビタミンとかいろいろなものをね取って皆さんもね健康第一でやってください。いやもうちょっと待とう、もうちょっと待とう。うおめちゃくちゃいい匂いしてきた。うわめちゃくちゃいい匂いしてきた。何このいい匂い。お徐々に沸騰してきてますね。多分ちょっと黄身がね火通したいんでもうあと 2,3 分グツグツしたらもう食べれると思います。ちょっとネギとかも空中にあったらネギも軽く火通すだけで美味しいんでね、火通しすぎてもねサクサク感なくなるんで、いやもうあと2分だ。もういいかな。こんぐらいグツグツしてあんまりやりすぎてもね。じゃあ食べていきましょうか。うん、ちょっと火を止めます。うわいいんじゃないかな。これなんだこれ。お、これは初めからついてた鶏肉みたいな。いただきます。うわ冷凍食品だけどうまい。で冷凍食品だけど味気ないんで卵とかに野菜入れてあるんで、ちょっといただきます。うわ匂いがいいね。ふわっつ、うん、うわみょうががあるからみょうがの味がすごい美味しい。うわ冷凍食品でも美味しいやんね。うん、本当に美味しい。しゃあなんないこれ。おネギも美味しいですよ。いただきます。うんうん、なんかカツオのふぐ焼き効いてるなこれ。うん、レベル上がってるな最近の冷凍食品は。じゃあ白菜も、白菜と卵。うん、うん、カツオの出汁効いてるわ。これカツオ出汁なんだなこれ。結構カツオの出汁とあとみょうがのハーモニー。ちょっとごめんなさいね、俺猫舌なんで、あったかいもゆっくりしか食べれないです。うん。本当にね、元からある鰹だし風味の味にみょうがが本当に効いてるね。みょうがが本当抜群の引き立ててくれてる。うん、あのみょうがを入れただけで本当ガラッと味が変わってるねこれ。完全にうますぎ。うん、このしいたけは冷凍で入ってたけどなんかすごい甘いな。あの甘みがある。美味しいよこれ。あ、すっごい甘みがあるこの椎茸。何これ。もうここまで来て俺も料理評論家になれるなこれ。冷凍のエビさんいただきます。うわ冷凍に思えないぞ。結構いいエビ使ってるな。激安なんだけどねこれ。
母さん食堂だ、やっぱり。いや、お母さん食堂マジでレベル高いぞ、うん、マジで美味しい。え、うん、じゃあゆっくりね、食べていきます。たまらんほど美味しかった。もうみょうがだな。もうただでさえ美味しいのが、クオリティが10倍20倍になった、みょうが入れただけで。うわー、うめI do.